こんばんは。こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香です。こんばんは。月末でございますね。明日から12月です。早すぎるね。早いよね。最高だった11月が終わってしまう。幸せな11月でした。12月1月はちょっとまたバタバタしそうなので、まあいつもと比べるとマシだとは思うんですけど、頑張ります。あと皆さん、ドボン頑張ってくれた方ありがとうございます。無事私の今回の推し面がランクインしました。やった、おめでとうだ。ね、おめでとうございました。ももちゃん20位ぐらいだったって。あれ、私何位ぐらいだの、あれ自分の自分のランキング一回も見てないけど、あれ20位ぐらいだったの。20位すごいじゃん、ありがとう。100位ぐらい入れた。いや、100位も入れなかったよ、西。結局200切れなかった。うん、そうだね。だからもうガチ勢の皆さんがやっぱさすがだったわ。うん、2月だもんね、コンサート。楽しみです。100位に入れたら仰天に名前呼ばれたのに。あ、そうなの。いや、でもね、あれ100位いくってなかなかすごいよ。うん、あ、何、ほんと美人だよね。あ、何、ありがとう。急にそんな褒めてくれるの。まあ、褒めても何も出ないけど。何が欲しい？あなた何が欲しい？うん、唇がすっごい乾燥してる。ほら、ここまでしか開かない唇。まあ、すっぴん、休みの日は化粧はしません。うん、クヨリップどこって、こたつにある。
今布団の中ちょっと取りに行くのめんどくさい、うん、明日ヒートテック2枚の日やで。そうなの？明日寒いの？明日寒いの？ちょっと困っちゃうな。明日野外で、待って、最高気温5度？待って、本当に言ってる？待って、ねえ、これ待って、これこのコメント読んでいい？これアンチじゃないよね。あのさ、ももちゃんのすっぴんってライオンみたいだよねって、ごめん、すっごくそのさコメントが多いし目に留まってしまってさ、どういうこと？ねえ、これアンチじゃないよね。でも大西のほらアイコン使ってくれてるからきっとアンチではないけど、どういうこと？ごめんごめん。待って、それはどういうこと？初めて言われたんだけど、すっぴんライオンみたいだねって。違うよ。何？読んであげよう。違うよ。かっこいいっていうこと？かっこいい。ありがとうね。ありがとう。でもあんま女の子にね、すっぴんライオンみたいだねってあんまり他では言わない方がいいと思うよ。今後のね人生今後のね人生あんま言わない方がいいかもしれない。もうありがとうね、かっこいいイコールライオンだもんね、世の中って。だからかライオンみたいだねって言ってくれたんだよね、ありがとう。ただあんまりね、女の子に顔ライオンみたい、ね、ちょっと珍しくてごめんね、読んじゃったけど。そうだよね、うん、ね、なんだろうね、でもこの気持ち、なんかすっぴん猫みたいだねって言われるとなんか可愛いじゃん。ライオンみたいだねって言われるこの気持ちなんだろうな。ってなるよね。ありがとう。ちょっと強すぎたかな、ライオン。ごめん、ちょっと初めて見るこの言葉だったから、ありがとう。ももかちゃん今日もお疲れ様で、ありがとう。みんなもお疲れ様だよ。明日寒いのやだな。明日外なんだよ、西尾仕事。暖かくしてゆっくり寝て寝て、ありがとう。今日いっぱい寝た、もう。すでに。着こむしかった。ね。足出てんだよな、寒そう。家にカイロあるんだ。カイロ一個だけある、ちっちゃいの、中野がくれた。そう、この間の朗読劇の時、私お腹いってーってずっと言っててなら2日目の時に中野がカイロくれた。
メッセージ付きの。あいつ優しい、あいついいやつ。使わずに持って帰ってきちゃった、メッセージ入ってたから。そう、そっか。待って、これ何？ね、このコメント何？ちょっと読んでみていい？マッチングアプリタップルと、これ なんて読むの？パリ残すならどっちがいいと思う？どういうこと？ね、おもろいんだけど。あ、ペアーズ、あ、ペアーズ聞いたことあるわ。ねえ、おもろいんだけど。何、残すならっておもろい。何、両方入れてるってこと？おもろ、うちも入れときゃいいじゃんね。ね、でもさ、本当にすごいと思うのに、その最近はさ、マッチングアプリっていうものがさ、もう割とみんな当たり前にさ使ってる感じのものじゃない。だからなんていうの、こう初対面の人とお話しするわけですよ。本当にコミュ力というかさ、すごいなって思う。当たり前なのって、今もう当たり前ぐらいにあれじゃない？もうみんなお友達探しぐらいに使ってるんじゃないの？ね、そうだよね今。うん、だから本当にすごい。僕もツイッターで会った人と会うけどね。でもあ、そっか。でもマッチングアプリはさ、もう恋人を、まあ恋人を探すだけのものではないと思うけどさ、友達が欲しいっていうのでやる人もいっぱいいると思うけど、すごくない？私この人ともしかしたら恋愛するかもしれないって人とさ、初対面でさお話をしに行くっていうのがさ、うん、本当にすごい。なんか番組でやったんだっけ。そう、なんだっけ、やった AKB の番組で。マッチングアプリをの自己紹介をどう入れたらモテるかみたいな。そうだ、さよなら森さんだ。そうやった。なんか大西はさ、もうこのさ、なんていうの、握手会とかさ、そういうのはまた別としてさ、あ、やばい、もう終わっちゃう。あのこのプライベートでさ、今から新しくなんていうの、関係をさ作り上げるっていうのが大西はもう多分できないのよ今、プライベートでね。もうめんどくさいって思っちゃう、多分おにし、多分っていうか、すごく分かるって。そうだよね、だから本当にすごいなって思うの、初対面のこう方に会いに行くっていうのが、うん、っていう話。やばいね、もう終わらなきゃいけないね。じゃあちょっとランキングの方、1位の方から読んでいきます。いきますよ、1位コバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。
して2位がマークアコードアットマークオータグオニシダイチクーテダンさんありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチャットマークオニシグンさんありがとうございます、イエイ。唇めっちゃ乾燥していた。そして4位が、よっちゃんとユーモンうち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして6位がキョイさんありがとうございます、イエイ。そして7位があっくんありがとうございます、イエイ。唇がどん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 開かなくなってくる。そして8位が、おつぶちゃんありがとうございます、イエイ。そして9位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして10位がゆうなみねぎすけさんありがとうございます、イエイ。そして11位がレイアットマークパリピーさんありがとうございます、イエイ。そして12位がケイジさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がマカロニ48さんありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。よし、ちょっとうろったわ。ということで終わります。やばい、そう2分か。もう最近本当に目悪くなってさ、やばいよね、こうやって見んの。メガネ買うのってそろそろ考え始めなきゃいけないかな。いやでも今んとこ支障は出ないの。でもぼやけてる、壁が、壁にかかってるものとかが。ねえ、細めなきゃ見えなくなる。あ、やばい、終わんなきゃ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやす、じゃあね、ありがとうございました、バイバイ。ありがとうございました、バイバーイ。